だ寝てる。もう朝だよ。さあ起きて起きて、うん、ほらお兄ちゃん。せんな。休みだからってのんびりしてちゃダメだよ。朝食用意するから早く起きてきてよ。どうして？せんな。さあ座ってお兄ちゃん。今日はお兄ちゃんの大好きなだし巻き卵だよ。ん？いやいい。え、食べないの？ダメだよ。朝ごはん抜いたら体に悪いんだよ。食べたくないんだ。だったらおにぎりにしといてあげる。お腹が空いたらちゃんと食べてね。その日、センナは何事もなかったかのように明るかった。でも、街を覆う深い霧は、すべてが現実であることを今も俺に物語っている。あ、もしもし、翼さん。先日はありがとう。そちらは大丈夫？ええ、こちらは今のところ問題ありません。はい。それでは失礼します。さてと。大浜町に起こっている超常現象、まさかこんなに大きな事態になるなんて。必ず解明してみせるわ。さ、やるわよ。現在大浜町全域に濃い霧が。犯人の目星ももうついてる。現在行方不明者20人という。あの日、センナに会いたいと父さんが発見した文字盤に俺が願ったために、センナの代わりに父さんと母さんが消え、そしてある日も。今、二つの世界のバランスが崩れ始めている。同時に二人の妹は存在できない。ジュンナ、どちらか一つを選択しない限り、このまま二つの世界は消滅してしまう。ハルヒ。あ、ゆうこね。お前こんなところで何やってんだ？あ、うん、ちょっと散歩に。散歩だ？まったく、こんな時のんきなもんだな。こっちは泊まり込みでお肌もボロボロだってのに。まったくいい加減にしてほしいよ。ゆうこね、ありがとう。それじゃあ私行くね。あ、おい、今日はうちにいろよ。はーい。ったく、分かってんのかね。どうしてこんなことになっちまったんだ。こんなことになると知ってたら、俺はこれからどうしたらいい。どうしたら。お前にはまだ難しいか。でも
いつかわかる、いつか。てんだお兄ちゃん、大丈夫？お兄ちゃんしっかりして。さあ、こっち。今、お水持ってくるね。どうしてなんだ？どうしてお前はそう平気でいられるんだ？俺たちのせいで、こんなことになっちまったのに。お兄ちゃん、無理もないよね。突然いろんなことがあったから。でも、もういいの。とにかく落ち着いて。気分が悪いなら無理しない。何がもういいんだ！父さんや母さんは俺たちが殺したようなもんなんだぞ。それなのにどうしてそうやって笑ってられるんだ！俺には耐えられないよ。平気な顔してこれまで通り生活するなんて俺にはできない。お兄ちゃん、平気じゃないよ。平気なわけないよ。でも私にはこうするしかなかった、なかったの。気がついたらいつの間にか自分がいて、目の前には傷ついたお兄ちゃんがいて、不安だったよ、怖かったよ。父さんや母さん、ハルヒちゃんのこと思うと胸が張り裂けそうだった。でもその時私にできることは一つしかなかった。お兄ちゃん、お兄ちゃん！怒ってるよね。本当のこと黙ってて隠してたんだものね。当然だよね。でもお兄ちゃんが全部思い出しちゃったらこうなること分かってたから、お兄ちゃんが苦しむの分かってたから、だから私、あっ、本当言うとね、このままずっと二人で一緒にいたかった。お兄ちゃんの妹としてずっとずっと。でもそれってやっぱり私のわがままだよね。だからもういいの。いいって？ただ一つだけ、せめてその時が来るまでお兄ちゃんの妹でいさせて。今までと同じように、いつものように。せんな、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 ダメだ。俺にはせんなのいない世界なんて考えられない。俺はお前を失いたくない。母さんと、そしてハルヒと、俺はただ家族と一緒に平和に暮らしたかっただけなのに、どうして。そうだ、そうだよ。兄ちゃん、文字盤だよ、センナ、文字盤だ。あれさえあれば、たった一つだけ人の思いを叶えてくれるという文字盤。でもお前は俺の思いを間違った。だから頼む、もう一度、もう一度だけ俺の思いを聞いてくれ。俺が望んだのはセンナがいて、ハルヒがいて、父さんや母さんもいる世界なんだ。お前がより強い思いに応えてくれるなら頼む。そんな、どうして。今の俺じゃダメだってのか。お兄ちゃん、
センナちゃん。私がいるとお兄ちゃんの決心が鈍るから、余計に苦しめるだけだから、いろいろとごめんね、ハルヒちゃん。うん、私がセンナちゃんでもきっと同じことになってたから。同時に存在してはいけない二人の妹。一度決められた運命を変えるには、それに見合うだけの代償が必要となる。悲しいけれど、それが定め。優しい